みなさんこんにちは、モンクスです。はい、今週はえ、なにはい、いや、その最近私、やっぱ会じゃないけど、ちょっとみんなが集まる場所を、うん、遠方から集まらない人がいるとかっていうような集まりがあって、そこをオンライン化しようって言ってですね、毎週1回オンラインでライブの配信ミーティングみたいなのやってるんですね、うん、でそこで私も結構 Zoom 使うことがあって、いくつか、便利っていうか、あ、ちょっとこれは困っちゃったなって時に、うん、それを対処する方法がいくつかあってですね、それをじゃあ今回私は共有しよう。あ、ぜひぜひ。多分皆さん大人数がちょっと集まったりとかする、まあそんなさいなところで、マイクがうまく聞こえないことないですか、喋、ってる人の声が、周りの雑音がすごかったりとか、聞こえない時ありますね。で、Zoom って基本的にはその音声を拾いやすくするために周りの音を、落とそうとする、なくそうとする機能っていうのが入ってるんですよ、でそれが効いてるんですけど、まれに多分喋ってる人の声が、背景の音と勘違いされちゃったりとかして、なかなか入りづらい人がいるんですよ。なるほど。そうすると途切れ途切れでなかなか皆さんに声が届かないんですけど、それを、解消する設定があってですね。なるほど。サウンドの設定の中にいろいろ設定があるんですけど、はい、オリジナルサウンドを有効にするか、なんか確かそんなような、オーディオ設定はあったけど、あ、そうです、オーディオ設定の中に何、結構ね、オーディオ設定、あ、背景雑音を抑制、そしたらオリジナルなんとかじゃないですかあった、ミーティング内オプションを表示してオリジナルサウンドを有効します、そうそうそう、はい、そうすると、はい、あまりその背景の音を落としたりとかしない感じになるんですよ。確か Zoom ミーティングで相手にちょっと聞こえづらいんですけどって言われたら、この設定をしてみると意外とこう相手に聞こえやすくなるかもしれないよっていうことですね。いい機能ですねちょっとまあやってみてね、どれぐらい違うかはやってみるといいかもしれないですね、はい、はいはいはい。じゃあ私から、Zoom とかでまあ複数人やってると、その進行してくれてる人がいると思うんですけど、まあそういう時にそのこの人に発言してほしいとか、そういった場合に使える機能でスポットライトっていう機能があるんですけど、はいはい、皆さん知ってますか？知らない、それ知らない、はい、けど、あ、いたいたいた、全員のスポットライトって何？今全員？今全員のスポットライトをクローズド？どういうこと？私にスポットライトをした。あ、そうか、この今私がガリをスポットライトに当てたから、今ガリが全員に映ってんだ、こっちの画面もこっちの画面も映ってますね。あ、なるほど。で、じゃあこれが、スポットライトを削除ってあるわ。で、これを削除すると、あ、戻ったの？あ、床もねになりましたね。あ、そう、喋ってる人に多分行くみたいな。じゃあちょっとこれでウィッグにスポットライト当てちゃうよ。はい、はい、どう？ね、みんなそう、スポットライトで当たってる。なるほど。あ、じゃあ喋ってほしい人にこれを当てるんだね。そうですね。そうすると、まあなんかその人に喋ってってスポットライトが当たるっていう。なるほど、はい、これ、あ、確かに。でも人数多い時は、じゃあ次、ガリさんお願いしますなんて言って、スポットライトをこうして、でやれば、まあ、テレビみたいにこうカメラチェンジができるわけですね、そう。あー、なるほど、確かにこれ結構なんかハードル高いね相当な仕切り屋さんじゃないとじゃあダメじゃないですか。はい、はい、というわけで、じゃあ今回もどうだったでしょうか。Zoom はね、いろんな機能が実はあるので、もう私もちょっと知ってる機能って結構少なかったんですよ。まあリアクションもあんま使ったこと正直ないし、チャットもね、まあこの URL 見てくださいとかで使うけど、もうそのぐらい
だから本来は多分いろんなことができるんだと思うんで、まあ、イベントで使ってみたり社内で、まあ、ミーティング以外にも幅広く活用いただけると思うので、ぜひ、まあ、いろんな機能を使いながら、Zoom で有効な会議そしてイベントをやってみてくださいね。はい、以上です。また今週もありがとうございました。また見てね、バイバーイ。 Zoom 録画で終わります。エンド3人で